しく綺麗に今日も始まりましたサニクリーンの泥草チャンネル。本日のテーマはこちら、千羽鶴でアクセサリー、平和を願う取り組みです。本日は広島でアクセサリーや被爆樹木を使った作品を通じて平和への取り組みを行っている手作りアクセサリーお土産サクロ代表で作家の東理恵さんです。東さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東さんは広島市ご出身で、2018年からサクロを設立、平和公園の折り鶴や被爆樹木を再利用しアクセサリーなどを作って販売しておられます。このサクロっていうのはどういう名前の由来なんですか？そう、よく聞かれるんですけど、すごい恥ずかしくてですね、あんまり商品には関係なくて、うちに飼っている、あのサクラちゃんっていうゴールデンレトリバー、犬と、あのクロちゃんっていう猫の名前の合体、そう、これ私書いたんです。すごい、はい、またこういうことがね上手にできるんですよ東さん、すごいですね。まず折り鶴を使ったアクセサリーを作られているんですね。始められたきっかけはどんなことですか？そうですね、広島の土産物を作るにあたって、広島市全体で取り組んでいるのが、こうあの世界中から寄せられた、千羽鶴が毎年10トンあって、でそれをこうどうにかいろんな形にして、あの再利用できないかという取り組みがあって、私にもそれもすごくいいことだなと思って賛同しようと思って、それを使ってお土産を作るようになりました。平和の木プロジェクトというのも立ち上げられていますけれども、どんな取り組みなんですか？はい、平和の木、広島市にあの被爆樹木といわれる木がですね、爆心地からおおむね2キロ以内にある、あの被爆樹木っていうのがあって、でだんだんやっぱり枝葉が伸びてきて、でそのお手入れの時にあの剪定する作業があると思うんですけど、で剪定した後の捨てる部分の枝の方を今は捨ててしまっているんですよ。もうなんともったいないということで、どうにか千羽鶴再生精子のように、あのリサイクルというかまた再生して世界に発信していけるものにできないかなと思って考えました、はい。じゃあ折り鶴アクセサリーやボールペンの他にどんなものを作られてますか？はい、そうですね、折り鶴は折り鶴でも友禅和紙を使った折り鶴のアクセサリーとか、あのチャームといって飾りですかね、とハーバリウム、ハーバリウムってそのドライフラワーを入れて、そこにオイルを入れた、もともとは植物標本っていうことだったんで、それをインテリア風にしたものがハーバリウムって言いますけど、ね、広い年代の方にもあの求めいただいています。あと出店もされていますよね？そうですね、委託しておいてもらっているお店が、あの平和に関するものだったら主にはあの折り鶴タワーさんとか、平和公園の中にあるレストハウスさんとか、そうですね、ちょっと離れて県立美術館のミュージアムショップにあのこの被爆樹のものもありますし、あとはそうですね、この宮島の製品もありますので、宮島周辺のそうですね、宮島口のコーラルホテルさんとか、中に入って金水館さんっていう旅館があるんですけど、そちらの方とかいろいろ他にも置かせていただいてます。じゃあいろんなところであの手に取ることもできるということですね。なるほど。この素敵な製品とかはですね、あのネットでも購入できます？そうですね、一応あのうちのホームページがありまして、そこは購入できるようにしてますが、あのなんせいろいろその千羽鶴再生紙の商品でも、こういろんなこう色が入っていて、一つ一つが全部違うんですよね。それであの和紙で折った鶴もそうですけど、全部がちょっとずつ違うので、あのネット本当に出ている写真通りのものが届くかどうかがわからないので、 あまりおすすめはしていないんですけど、販売はしてます。なるほどですね。あのこの被爆樹木 の、 あの製品を作るにあたって、なんでどうやって作ろうかなと思っちゃったんですか？
被爆樹木に関しては、うん、今までこうある商品もそうですけど、うん、すごい感動したとか、うん、なんか高齢の方からもう涙ながらに一生大事にしますっていう風なメッセージをいただくことが多くて、うん、やっぱりあの平和を発信できる、うん、他にもなんかものがないかなと探していたところ、うん、あの平和公園の原爆ドーム前にえのきっていう木があるんですけど、うんうん、これはクスノキなんですけどね、うんうん、えのきの剪定作業の場面にあって、うん、で剪定した後の木が積んであったので、うん、これどうするんですかって聞いたら知ってますって言われてて、もうそこでピンと、あ、もうもったいないんで私にくださいってもらって帰っちゃったんですけど、後で広島市に聞くと、あのそれあの販売しないでくださいねとか言って、あの止められてるんですけど、うちにまだあります、うん、で、あのしょうがないので、うん、あの個人が持たれている被爆樹ってあるんですよ、うんうんうん、あの神社さんとかよくあるんですけど、でいろいろ一件一件被爆樹リストをもとに電話をして、でいろいろ断られて、でちょうど選定する、うんうん、時期が近いよっていうのが三朝神社さんのクスノキで、クスノキすごい硬くてすごく製品にするのにいい木だったんですね。でそれをいただいて、私は木工の技術とかそういった知識が全くないのにもらって帰ったんで、そっからがすごい大変で、さあどうするっていうので、干すのどうしよう、乾かすのどうしよう、どうしたらいいのから始まって、で製材してくれるところを探して、でそれもいろいろ断られ、でいろいろな人のつながりでだんだんそう協力してくれる会社さんが見つかってきて、で私はこういう製品、こっちの商品は作れるんですけど、こういう木工の商品を作る技術はないので、これを作ってくれる作家さんを探しまして、で熊野の方にいらっしゃる岡田さんという作家さんにお願いして、で作り上げるまでが1年ちょっとので、私からしてもすごい愛情深い、まあ、そりゃそうですよね、みたいなもんで、でここになんかこうシリアルナンバーと、そう、あの、まあ、平和の木っていうんですけど、ツリーオブピース、で、あの、まあ、平和の木として題名をつけて、まあ、2023年にできたものですよっていうのと、K1 って書いてあるんですけど、これは、まあ、クスノキっていう木の K で、まだ1本目なんですね、もらえた木が1本目なんで、もらえた木が1番、あの1本目ってことね。でそのシリアルナンバーはこの商品の中にこういった説明書とかも書いてあるんですけど、ここにもあの三朝神社さん、K1 の三朝神社さんの紹介もしっかりさせていただいて、でホームページも K1 で探してもらえると、どこの木なのっていうのがしっかり分かるようになってて、でこういうボールペンをこう持たれた人が、へえ、これ広島の被爆樹なんじゃって言って、でまだ生きてるので、剪定も切り倒してないので、この木に会いに行ってみようかねって言って、広島に来てほしいって、そこまで の, あのストーリーを考えて、来てくれて、五感でこうサバサバしてるこう葉っぱとか、いろいろこう目をつむってこう感じてもらえたら、私最高だなと思って。あのちなみにこの字はどこで、はい、これがですね、ちょっとした縁で、あの小遊堂さんってあの熊野に熊野筆を作られている会社があるんですけど、そちら小遊堂さんもあの被爆樹木を作る、その G7 に合わせて、被爆樹木を使った熊野筆を作りますということで、一緒にあのこの材料をお渡しして、で作ったのが縁で、この、刻印ですよね、小遊堂さんに頼んでしていただきました。すごい、あの私熊野出身で、カメラマンさんも熊野出身なんでしょう、はい、すごい、なんかのご縁が、ご縁ですね、ご縁がありますね。広島市とか、広島県にいっぱいあるんです、被爆樹木、でその一本一本をしっかり紹介しながら、歴史も紹介しながら、こういったものを作らせてもらいたいって言って今交渉、絶賛交渉中ですので、もしご協力いただける方いらっしゃいましたらご連絡ください、よろしくお願いします、こちらは何ですか、キーホルダー、キーホルダーです、これあのクスノキと、ここちょっとラインが入ってる組木にしてあって、これはエノキの木なんですけど、これはシリアルナンバーちゃんと入ってるキーホルダーなんです。すごい香りもいいです。
これはブローチですかね、はい、これなんかちょっと、はい、あの作成上ちょっとシラーナンバー入れられなかったんですけど、あのブローチになってます。へえ、でこの一番こっち側は、はい、これはですね、はい、ネクタイピンです。すごい素敵、挟むようになってて、はい、これも組木にしてあって、すごい素敵ですね、はい、それぞれ木目が全然違うものになってます。あとはボールペン、そうですね、ボールペンもちょっと細いのからこういった太いのしか、これなんかちょっとデザインが違う、3種類あります。すごい、はい、ここにいてもすごいね香りを感じるんですけど、すごいあの木のいい香りがします。こちらはですね、あのセンバズル再生紙ってよくあるんですけど、名刺とかに使われるじゃないですか、あれのセンバズルは2割がセンバズルで、あとは普通の紙というか何の紙かかるんですけど、それをこうミックスしてすごい淡い優しい感じの色合いの紙になるんですけど、こちらはセンバズルだけで作ってもらって、もうそのまんま、はい、特別に作ってもらいました。だからセンバズル 100% 再生紙って書いてあるんですけど、ちっちゃくあの大きな色や形を残したかったんです。それはなぜかというと、こう多様性を表現したかった。だからいろんな色があっていいじゃない、いろんな形があってもこんなに綺麗じゃないかっていうメッセージを込めたかったっていうものです。こちらはピアスで、こちらは、はい、あのピンバッジです。中に今青しかないんですけど、中にあるツルが赤と金が他にもありまして、そうなんですよ、レーザーでこうカットしたツルを入れてます。台紙もちゃんとクレの作家さんに、あのセンバズルのマンホールのデザインされた方、オリデジセさんっていう方にお願いして書いてもらってですね、すごい、はい、こう一つ一つね、こだわりがあって、でこれもですね、これキーホルダーなんですけど、鶴の形にこうパーツを紙を切ってですね、これ一個一個はめて、であの樹脂で固めてあるんですけど、すごい、でこのピースって、この書いてある、はい、これ私が夜な夜なあの、家で刻印してるんですよ。すごい、カンカンカンってね、このハンマーと、わかります、刻印、かりますで、やりだしたらうちの犬はあのハウスに逃げるって、さくらちゃんね、そうです、はいはい、じゃあこちらは折り鶴のアクセサリーですけど、はい、そうですね、はい、広島といえばやっぱり貞子さんがこう祈りながら折った鶴、祈りの鶴ということで、あのこれ友禅和紙を折って、で樹脂で固めてるんですけど、だいたい4センチ角の折り紙をちっちゃいです、折って鶴に折ってしてます。でもそれでもあのいろんな折り鶴のアクセサリーあるんですけど、ちっちゃいんですよ、みんな折り鶴が、ちっちゃくてすごいつけやすくて可愛いだけど、うちはこうあえてちょっと大きめに作ってですね、その和紙の美しさをまた表現したかったので、ちょっと大きめの鶴にして、で和紙の柄も被らないようにあえて全然違う柄をこう揃えて、はい、これは手作りならではの量産的ではできないことです。なるほど、すごい、なんかあのまたね、和紙のその柄がいろんなところが出ててすごい可愛いですよね、ありがとうございます。これ同じ柄でこうパーツも作ってるんですけど、じゃあそういった類のあのご案内をこの冊子で見ることができますね。なんかこういろいろ載ってますので、読めんね、ちょっと東さんちょっと読んでみてください、ここ第5回、はい、ソエルワークライフシナジー賞、はい、受賞。どんな賞なんですか？ソエルっていうのがですね、あの中国ニュービジネス協議会っていうのがありまして、はい、そこの、あの女性起業家をちょっとあのスタートアップの方を応援しようっていうのがありまして、そこでワークライフシナジー賞っていう賞をいただきました。すごいですね。何か一言お伝えしたいことありますか？はい、ですね、やっぱり木目も違うし、柄も違うので、ぜひ一度その、そうですね、平和公園の一番揃ってるのは、レストハウスさんに揃ってるので、一度直接こう見に来ていただいて、手に取ってみていただけたら嬉しいです。そうですね、はい、私もちょっと行ってみようと思います。今日の動画はいかがでしたか？この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録、コメントもお願いします。次回もまた見てくださいね。